외부터 세우니까 외부터 가. 어디 그 자국이 그 자국이 겪고 있어도 나도정이 가슴을 세우기 들었어요. 고인당시대 한달 세우기를 한 번도 이뤄졌다. 나사기란 것 들어보니까 そして、それを景気を維持するために、あっちはこっちだ、軽減税率
国会議員諸君からほとんどの共産党の職を
あるいは社民党でごく、反日分子でごく、国会議員はこぞって靖国神社に参拝しなければならない。それを総理にも要求しなければならない。そのことを改めて言いたいわけでございます。本日は15時よりウィークデーではございますが、お帰りになった方も ありますが、150名くらいの多くの皆さんが国難突破、国の危機を感じ、そして安倍政権がこのまま存在を続ければ退陣の道を歩み、そして憲法改正の道も閉ざされてしまう。こういう危機感を抱いて、安倍政権しっかりしろ、初心を忘れるな、したたかにやることと現実に妥協することとは違う。このことを責めるとして、そして安倍政権誕生に国の民として先頭を切って戦ってきた団体日本全国行動委員会の意見表明として、本日官邸前でこのことを伝えてきたわけであります。頑張れ安倍政権。しかし消費税増税絶対反対、外国人移民政策絶対反対、総理は靖国神社に参拝せよ、こういったスローガンを掲げて本日この戦いを行いました。皆さん、夜もそこまで暗くなりました。随分秋になりました。寒い風、秋風が吹いています。この秋風は冬の風になります。しかし必ず我々の国は決して滅びさせない。我々の手で立派な国を子孫に受け継いでいただくよう受け継がせなければならない、そういう決意のもとに多くの皆さんが集まっていただきました。今日は遠くからお越しいただいた方もたくさんおられます。さらから来ていただいた方がいらっしゃいました。いろんなところから遠くからお越しいただきました。その小さな思いと思うんでしょうが、その心、志は必ず形となって、日本の国のために良い流れを、良い気を作っていると思います。本日は本当に皆さんありがとうございます。では皆さんにも一言お願いします。いよいよ終わりが近づいてまいりました。ここでですね、皆さんの怒りの声をまとめて、この議員会館まで電気がついているということは議員いるんですよ。この議員会館に向けて皆さんの声を届けたいと思います。私がスプレヒコールと申しまして、なんたらかんたらと言います。その最後のところをご紹介いただければと思います。それではスプレヒコール、消費増税許さないぞ、消費増税値上げを許さないぞ、外国人移民を許さないぞ、外国人移民促進を許さないぞ、安倍首相は靖国神社に行け、靖国神社に行け、我々は徹底的に戦うぞ、戦うぞ、ありがとうございました。頑張りましょう。はい、元気がついたところで、よろしくお願いします。ありがとうございます。どうも、お疲れ様です。我々の基地が必ずやっていることと思います。最後の勝利を目指して頑張りましょう。消費税、消費税率を増税して 10% にしたら、もう自民党を支持しない、安倍総理も支持しないという私の周辺の声をよく聞きます。私も同じような思いをしています。消費税など上げたら国はどうなりますか。派遣法、派遣切り、こういうことが今起こってて、日本人が働けない状況でどうして外国人を呼ぶんですか。議員の方たちはバカなんですか。ちゃんと考えて日本の国益に即した仕事をしてください。お願いします。議員の皆さん、この国の歴史、そして現実、これを勉強し直してください。靖国神社に永久戦犯は防止されていません。
この国が豊かにはなりません。どうかもう一度世界を見て、そして勉強し直してください。よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。どうしてもここで議員に言いたい方は一旦手を挙げてください、全員にちょっと学ぶわけにはいかないんで、いいですか、手を挙げてください。あるいはこっち来てください。何か言いそうで言ってみたいって方いませんか。いいですか、あちらで十分言いましたか。はい、いる、はい、なんだかめ、いや、そんなことあります。そんなことない。早く終わりましょう。早く終わりましょう。もう早く帰りたいので、消費税増税やめてください。やめろ。はい、では集会も読みたいと思いますので、ここでね、でもね、やっぱり向こうでも歌いましたが、君が代を、宣誓したいと思います。皆さん2度になります。首相官邸前でも行いましたが、君が代を宣誓したいと思います。僕は向こうの、国会議事堂の方ですね、脱帽の上、よろしくお願いします。準備大丈夫かな。はい、